寒い日がまだまだ続いておりますが、いかがお過ごしでしょうか。本当まだまだ大変なことがいっぱいあると思うんですけど、皆さん協力して頑張っていきましょう。被災地の皆さん、ここは頑張ってください。出口のないトンネルはないと思います。諦めず、負けずに、逃げずに頑張ってください。いっぱい大変なことは多いと思いますけれども、周りの人たちといっぱい支え合って、なんとか今を耐えしのいで、みんなで笑い合えるように頑張ってください。皆さん今大変な時ですけど、少しでも力が待てば必ず、まあ、前みたいな一緒に頑張ってください。皆さん頑張ってください。心を一つにすれば乗り越えられないことはありません。ぜひ皆さんで心を一つにして頑張りましょう。なかなか大変な、状況にあるかと思いますけど、思考は現実化します。物事は全てうまくいくようになってます。自分を信じて。被災地の皆さんへ、私は今皆様に対して何もしてあげられることはないんですけども、皆さんの顔に笑顔が戻ってこられるのを希望にして僕も生きていきたいと思いますので、皆さんも頑張ってください。被災者の皆さんへ、これから長い、人生頑張って生きてください。頑張ってください。本当にこう必要なものとかを届けてあげることはできないと思いますけども、僕は阿炎に歌おうと思うんで、よろしくお願いします。今はきついと思うけど、頑張って、頑張りがなくなったらもう全てがなくなると思うんで、頑張ってください。はい、プレイフォージャパン祈ってます。被災者の皆さん、今はとても大変かもしれませんが、僕らにできることは何でもしますので、一緒に頑張りましょう。僕の知り合いも被災地にいて、今大変な状況になっています。はい、まあ、大変な状況かもしれませんが、頑張ってください。元気を出して頑張ってください。はい、僕はモンゴル人の留学生なんですが、仙台にいる皆さん頑張ってください。被災地の皆さん、今は辛くても必ず立ち直る時がきっと来ます。それに向かって皆さん頑張ってください。大切な存在だから大丈夫って言ってあげたい。きっと気持ちが届くと信じてます。大変だと僕たちが思うよりもずっとそっちは大変だと思いますけど、僕たちが手を出せること、貸せることがあれば貸していきますので、皆さん頑張ってください。今本当に大変な、日本が大変なことになってますけど、みんなで力を合わせて一つ一つ問題解決して、精一杯頑張って諦めないで頑張りましょう。最初皆さん頑張れとは言いません。今できることを自分たちも何とかやってますので、生きて、あと笑えるところを笑ってください。頑張れ、負けるな、責任な言葉だけど、私たちに見えるもの、今年も笑って今から、とにかく君に幸あれ、とにかく君に幸あれ、とにかく君に幸あれ。